チャイコフスキー子供のためのアルバムの中から18番のナポリの歌を初見で音を取ってみたいと思います。あれ、さっきイタリアあったよね。あ、15番のイタリアの歌もありましたが、もう一回イタリアについて書いてるのでお好きだったのかな。ラシミガフラットの4分の2。タッタタタッ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 、ゆっくりじゃないと弾けんな、これ。腕の疲れるやつだ。ゆっくりやろう。楽しい曲ですが、あ、ちょっと、まあそんなに飛ばないですけど、ちょっと飛ぶのと、あとこのリズムを維持しなきゃいけないので、左手だけの訓練がすごく、入りそうな曲だなと思いました。まあでも本当陽気な感じで楽しいです。